こんにちは。今回は国際社会の3回目です。まずは3つのポイントを見ていきましょう。1つ目、アフロに注意。常任理事国って一体なんだと。アフロって知ってます？アフロヘアってモコ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 みたいになってるやつですよね。一体何のことだろうという話ですね。まだここではちょっと教えないでおきます。2つ目、任期2年10カ国非常任理事国と。全然違いますね。こっちまともですね。はい、こっち非常任理事国っていうのがあって任期2年10カ国だということを覚えてくださいね。3つ目、世界の平和と安定のために PKO には日本も参加と。自衛隊が PKO という活動にですね参加しているという話をしていきます。今回はこちら、国際連合の中の安全保障理事会、安全保障理事会の勉強です。1つ目のポイント、アフロに注意、常任理事国と。安全保障理事会というのは世界の平和や安定を目的としたそういう組織です。常任理事国と非常任理事国からなっています。この常任理事国はですね5大国っていって5つの国がこの常任理事国のになってるんですね。その国を覚えてほしいんだけど、これがアフロ注意なんですよ。アフロ注意で覚えるといいと。先生今なんかねこの髪型結構さっぱりしますけども、20歳ぐらいの時ってねこう塾の先生始めた時はもうモコ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 と、もともと天然パーマってのなんだけどもすごいモコモコしてて、先生アフロみたいだよっていうふうに言われたんですよね。そうかと。そういうところでですねこのアフロ注意というのを思いつきました。結構意外とね知られてるような語呂合わせらしいけどね。アメリカ、フランス、ロシア、中国、ここまですんなりいって最後の「イ」なんですけども、ここがねイタリアじゃないんですよ。イタリアって太平洋戦争、すいません、第二次世界大戦で負けてる国なんですよね。負けた国が5大国に入ってるっていうのはちょっと考えにくいということで、こちらはイギリスということになるんです。このアメリカ、フランス、ロシア、中国、イギリスの頭文字を取ってアフロ注意っていう風に覚えてもらえるといいと思うんですよね。さてこの5大国常任理事国ね、拒否権というのを持っていて、この5カ国のどこかが反対したらこの安全保障理事会で物事を決められないということなんですよ。すごい権限ですよね、拒否権。実際使われることってあるんですけれども、これはねやはり重要なことは意見が食い違わないようにみんなが納得できることだけにしていかないといけないよねということなんですね。いいでしょうか。それに対して、常任理事国に対して非常任理事国がありますけれども、これは次のところで説明していきたいと思います。続いてのポイント、任期2年10カ国非常任理事国と。安全保障理事会の中の非常任理事国というのがあります。これは変わっていくんです。任期が2年ですから2年ごとに変わっていくんですね。でこれが10カ国ということ、つまり安全保障理事会というのは常任理事国の5と非常任理事国の10、合計15カ国で構成されているということになります。では次がこちらです。日本は非常任理事国には何度もなったことがあります。でも常任理事国にはなってないですね。だって常任理事国はアフロ注意の5カ国5大国がずっと最初からメンバーなわけですからね。もちろんソ連がロシアっていう風に変わっていったりはするけれども、ということで、日本は常任理事国になったことはないし、なりたいとは思ってるっていろいろ活動はしてるんだけれども、どうでしょう、これがうまくいくかどうかっていうのはまだ分かりません。なぜなら日本は第二次世界大戦太平洋戦争で負けた側なんですよね。ドイツ、イタリア、日本っていう負けた側は常任理事国に入っていないと。そういう中でもし日本が入るんだったらドイツと一緒に入るとか他の国と一緒に入って常任理事国自体の数が増えた時ということになると思います。3つ目のポイント、世界の平和と安定のために PKO には日本も参加と。安全保障理事会の活動について見ていきます。まずはこちら、テロの脅威や大量破壊兵器への対応と。テロは世界各地で起こっていますよね。それに対応していこうということを考えた時に、世界的な組織で対応していった方がいいと、そこで安全保障理事会の役割というのが出てきます。次がこちら、紛争地域で停戦の監視などの平和維持活動と。いや別に何でもね、安全保障理事会っていうのは強い国が集まってるから軍隊でぶっ潰すとかそういうわけじゃないわけですよ。これは平和維持活動、これ PKO というんですけども、こういうのだって関わるわけなんですね。紛争地域で停戦したとしますよね。戦いが一回止まったとしますよね。でそれをもうやるなよっていうふうに言おうと思ったら、より強い人が言わないと、もしくはより強い組織が言わないと、また喧嘩とか始めちゃうもんじゃないですか。いや皆さんだってそうでしょ。なんか友達同士で喧嘩してた時に、それよりすごく力のある人、先生でもいいし、もしくはなんかこうね、友達の中でもボスみたいな存在のやつが「おいお前やめろ」みたいな風に言ったら「はは」みたいな風になりますよね。そういうことで、国際連合安全保障理事会の役割っていうのは平和維持活動もあるんです。で日本もこれに参加をしています。PKO 協力法という法律を作って、こちらの、あるようにですね、これは湾岸戦争時の自衛隊海外派遣ですから、まだこの時には PKO 協力法できてないけれども、自衛隊がですねこの PKO の活動を行うということがあるんですね。だから自衛隊っていうのはね、日本の国を防衛するだけじゃない、災害派遣もあったり、場合によってはこの海外に出ていくっていうことだってあるんです。それでは今回学習した内容を練習していこう。今回安全保障理事会の勉強でしたよね。安全保障理事会は何国と何国。さて上からいきましょう。こちらが常任理事国。日本はなりたいけどこれにはなっていないっていうの出てきたよね。それに対してこちらやりましょうか。任期2年10カ国。こっちは非常任理事国と。こちらには日本は何度もなったことがあるということやりましたよね。さてそれではですね、上の方常任理事国のこの5大国が持つ権利、これを何というか拒否権というんですね。これは非常に大きいもので、1カ国でも反対したら物事を決められないようになっています。ではこの5大国、国の名前覚えてほしいんですね。覚え方あったよね。アフロ注意だ。アはアメリカ、アメリカが主国だけどもアメリカって書いておくよ。フフランス、ロシア、これは中華人民共和国なんだけども、ここでは中国って書いておくよ。そしてイがイギリスです。イタリアじゃありません。ということでこのアフロ注意覚えておきましょう。続いての練習、安全保障理事会の活動です。紛争地域で停戦の監視などの、これ何ていうか PKO のことですね。これは平和維持活動と言います。5大国が入ってるからね、戦いするんじゃないかっていう感じしますけども、そういうことでもないんですよね。平和維持活動だって安全保障理事会の重要な仕事の一つです。日本も参加してるんです。ただ参加していく、正式に参加していくためにちゃんと法律を作っておこうということで法律が作られました。こちらが PKO 協力法ですね。この法律を制定し参加するんだけども、誰というかね、どの組織が参加するかというのがこちらなんですね。これは自衛隊です。自衛隊がカンボジアだったりですね、もしくは東ティモールなんかにですね派遣されて、選挙活動がちゃんと行われるようにするとか、あるいは停戦の監視とか、こういうものを行っています。それでは今回学習したポイントをおさらいしておきます。1つ目、アフロに注意、常任理事国。もう分かりましたよね。今回は安全保障理事会の勉強でしたが、その常任理事国になっている5カ国5大国、拒否権を持つこれらの国ですね、アフロに注意と。アフロ注意でアメリカ、フランス、ロシア、中国、イギリス、この5カ国でしたね。2つ目、任期2年10カ国非常任理事国、日本はこれには何度もなったことがあるという話をしました。3つ目、世界の平和と安定のために PKO には日本も参加、 PKO 協力法という法律を制定して、自衛隊がですね海外に派遣されているという話をしました。今回は国際社会の3回目安全保障理事会についての勉強でした。 PKO っていうのがあって、日本もそれに参加する、自衛隊が参加しているという話がありましたよね。これなんでこういうふうに参加するようになったのかっていうと、湾岸戦争という戦争がきっかけなんです。この戦争の時に日本だって協力はいろいろしたよ、人だってある程度出してることは出してる、でどちらかというとお金をたくさん出している、なんだけども日本は人を出してないと、もっとね人を出して戦いにね協力するべきだったっていう、そういう批判っていうのがあったわけなんですよ。しかし日本は日本国憲法の平和主義っていうのがあってね、他国と戦争はできない、そういう大事な憲法があるわけなんです。じゃあそれにのっとる形で何をできるかってことを考えたら、これは PKO だと、平和維持活動であれば平和主義には反しないだろうというね、そういうことで世界の求めに応じて日本のできることをやっているという、これが今の PKO ということです。